こんばんは、入山亜希子です。5月6日金曜日、入山亜希子のつれづれ日記。昨日は800回記念ライブ版で入山亜希子のつれづれ日記、お付き合いくださった皆様ありがとうございました。離れていてもお話ができる、インターネットでもつながれる、そんな貴重な時間、楽しくご一緒させていただきました。さあ、本日も日中はお天気がよく、暑いくらいの気温、入山も車で都内まで出かけ、ここのところ連日2022年のイベントの準備をしています。打ち合わせをしたり、さまざまな方とのお電話、連絡調整をしながら一歩ずつ前に出れる、そんな方法を今考えている真っ最中です。今日の関東は晴れ、明日はこの私の住んでいる地域は曇り時々晴れになっていました。最高気温最低気温ともに本日よりも低めの気温となっています。体調を管理、気をつけられて元気にお過ごしいただきたいなと願っています。さあ、それではコメントです。山川よしこさん、おやすみなさいといただきました。ありがとうございます。野崎まさしさんです。夕食中に YouTube が始まったの で画面を見たりコメントを打ったり食事をしたりで忙しかったです。通常30分の食事時間が1時間半かかりました。でもとっても楽しかったです。バージョンアップした次回が楽しみです。ありがとうございます。野崎さん、お食事が遅くなってしまいましたか。それはすみませんでした。次回のライブ配信は5月の29日日曜日19時からとなっています。ぜひご一緒ください。加藤兼久さんです。こんばんは、あきこさん、つれづれ日記800回記念ライブお疲れ様でした。楽しい時間を過ごすことができありがとうございました。明日も良い日になりますように。おやすみなさいといただきました。兼久さん、ありがとうございます。グッドナイトのひよこちゃんが可愛いですね。満月テレオさんです。こんばんは。久しぶりライブ参加しました。楽しい時間、クイズ外れ。ありがとうございます。お体ご自愛くださいね。おやすみなさいといただきました。初めての方は結構難しいですね。小学生レベルだからといって決してものすごく簡単ではないんですよね。奥が深いですね。さあ、加藤敦子さんです。あきこさん、こんばんは。つれづれ日記800回記念生ライブお疲れ様でした。とても楽しいひとときありがとうございました。明日も元気に笑顔の一日になりますように。おやすみなさいといただきました。山川よしこさんはワンちゃん、キツネちゃんと寝てますね。かわいいです。小田切隆夫さんです。お疲れ様でした。今日は仕事も重なってつれづれライブに参加できませんでした。アーカイブで拝見しました。あさって八王子楽しみにしています。おやすみなさいといただきました。バラを一輪加えて猫ちゃんが可愛いです。金崎真希子さんです。あきこさん、こんばんは。 YouTube 生ライブ大変お疲れ様でした。いつもお忙しい中感心しています。明日も一日充実した素晴らしいことがありますように。笑顔と元気でお過ごしください。おやすみなさいませとあります。嬉しいですね。あ、最後にファイトともいただいてます。マキコさん、今日のアバターは猫ちゃん、ワンちゃんを4匹も。ワンちゃんばっかりかな。あ、でも猫もいるな。4匹も抱えているマキコさんです。かわいいです。平川さんです。1000回までもう少しです。すごい励ましの言葉ですね。頑張りますよ。牧野明光さんです。あきこさん、皆さんおはようございます。昨夜はつれづれ日記800回生ライブお疲れ様でした。楽しい時間を過ごせ、普段会えない皆さんとつながることができ幸せな時間をありがとうございます。次回も楽しみにしてます。
今日も一日元気笑顔で頑張ってください。人生七曲がり、義理と情け、愛を乗せて、走れ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 突っ走れになってますね。さあ、そして駅中さんです。おはようございます。お疲れ様でしたと、綺麗なお花の写真も頂戴しました。柴谷富子さんです。あきこちゃんおはようです。昨夜はいつものつれづれライブとちょっと違って、皆さんのあきこちゃんにのコメントが身近に感じましたし、優しいあきこちゃんだから皆さんと優しい方ばかり、幸せな時間でした。明日から忙しくなります。元気で笑顔で楽しいステージをといただきました。北ん海峡のとみさん、また北ん海峡にこんなに早くに行けると思いませんでした。とても嬉しいです。ありがとうございます。お目にかかれるのを楽しみにしていますね。本橋てるじさんです。つれづれ日記800回おめでとうございます。晩酌が効きすぎて寝てしまい参加できずごめんなさいとあります。とんでもありません。大丈夫ですよ本橋さん。西山秀子さんです。クマちゃんとワンちゃんでしょうか、手を叩いて喜んでくれてます。森沢隆さんです。入山さん、皆さんこんにちは。つれづれ日記800回記念ライブお疲れ様でした。900回、1000回楽しみにしています。元気に笑顔でご活躍くださいといただきました。ありがとうございます。900回、1000回、もうちょっともうちょっとと思いながら頑張ってみたいと思います。中垣さんです。こんばんは。つれづれ日記800回記念おめでとうございます。素晴らしいですね、またなといただきました。さあ、そしてブログにコメントを返しますね。ブログの方が、管理人森沢さんです。こんにちは。明日はつながる土曜日、 FM チャッピーの放送を楽しみにしています。わらかすさんのステージ楽しんでください。仕事しながらですが応援しています。人生七曲がり、義理と情けと愛を乗せて、対岸成就ありがとうございますといただきました。ありがとうございます。義理と情けと愛を乗せて、そして人生七曲がり、今日も山口県の方から歌ってるよ、今ちょうどみんなで集まって歌ってるよという声をいただいたり、昨日はカラオケで入山明子の楽曲の特集をして楽しんできましたという方も声をかけてくださいました。嬉しかったですね。野良猫にゃんにゃんさんです。こんにちは。7月に岩国シンフォニアでゲスト出演、あ、これは昨日読みましたね確か。ありがとうございます。さあ、そして YouTube は両銀かおるさんです。ありがとうございました。昨日はあっという間の一時でした。お疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。両銀さんもいつも素敵な花と、あとイベント関係で鯉のぼりの写真など今日はいただきました。ありがとうございます。助かりました。鋼チャンネルさんです。つれづれ日記800回記念ライブお疲れ様でした。そしてありがとうございました。明日から八王子、和歌山、大阪、奈良のコンサート、サークルキャンペーンですね。歌声に乗せて元気と笑顔を届けてください。関東から応援していますよといただきました。ありがとうございます。昨日までご実家に戻られていた様子、ほのぼのとした山や海が豊富で自然が豊かなところかなと勝手に想像しています。さあ、それでは
明日は八王子のワラカスライブです。チケット購入してくださった皆様、明日は気をつけてお越しください。だいぶ人の動きが多くなってきています。今日は入山も東京に出かけ、打ち合わせを済ませたり、準備、明日からの和歌山、大阪、奈良の案件に元気よく行けますように準備を万端にさせていただきました。本日も皆様から素敵なお花の写真をいただきました。本日昨日ですね、詳しくは、せっかくですので全部お見せしたいと思います。最後の最後までお付き合いありがとうございました。それではおやすみなさい。私も生きて